どうも、モノキトです。伊勢にやってきてね、約1ヶ月ちょっとが経ちました。まあ、これまで何でもぼっちでやってきた僕が、会社の中に入って、チームの中で協力をしてね、やっていくっていう、これまでの中でも全く新しい人生、に変わったんですが、そんな新しい、こう、伊勢の移住生活、約1ヶ月の、雑感をね、今回はゆるりとモノトークしていこうと思います。というわけで、この1ヶ月はね、ちょっと振り返ってみると、超あっという間だったなと、もう一瞬で過ぎ去ったなといった感じです。まあ、これまでやってきた揃山暮らしっていうのが、もう何もかもが自分のペースで、まあ、スローライフを絵に描いたような暮らしだったんですけど、まあ、こうしてね、社会に出て、自分以外の人たちと、まあ、一日の大半を過ごして、で、個人としてではなくて、もう B2B っていうその立場でのそのやり取りをしていくっていう毎日が、かなり自分にとってはね、刺激的で、濃密な時間を過ごしているなっていうふうに感じます。で、業務としては基本的に映像制作をね、軸に、やらせてもらってます。で、Twitter の方ではね、まあ、ちょいちょい、告知させてもらってるんですけど、UNICOTV っていうね、チャンネルを今は運用させてもらってます。で、今うちの会社で取り組んでいるオリジナルコンテンツであるところのキャンプもできるコワーキングスペース作りの様子を密着してね、撮らせていただいているんですけれど、まあ、これがね、撮影も編集も超面白いんですよ。現在進行形で進んでる案件なんで、まあ、本当にリアルタイムで紆余曲折な事態がこう発生したりするんで、もういい意味で目が離せないというか、今この瞬間しか撮れないプロセスみたいなところを皆さんとね、一緒にね、楽しんでいけたらなと思って撮ってます。でこれまでは山暮らしの様子とか、まあ、人を撮るって言っても、まあ、自分を撮るぐらいだったんですけれど、こうやって人為的なプロジェクトを撮るっていうのが自分の中で初めてで、まあ、その自分以外の人に対してこうレンズを向けたりとか、スケジュールっていうのもあるんで、その限られた時間の中で結果を必ず残さなきゃいけないっていう、その緊張感っていうか、まあ、そういったところが今までになかった経験だったんで、すごくね、緊張はしますけど面白いですね。はい。で、自然の風景を撮るのももちろん楽しいんですけど、そのフレームの中にやっぱ人が入ってくると、なんていうか、自分と同じ種族の人間っていうことだからなのか分かんないんですけれど、なんかこう急にドラマ感が出るっていうか、まあ、例えばその目線だったりとか表情だったり仕草だったり、まあそういったところを、なんだろう、自分目線でこうピックアップして、でそれをそのメインストーリーにトッピングして、でちょっと深みを出したり、でそこにまた音楽が入ってきたりとかして、なんかそういう作業がめちゃめちゃ面白いっていうか、改めてね、映像制作好きなんだなって、ここに来てから再確認しました。はい。で、あとね、UNICOTV では僕もノーキトがね、ナレーションをさせてもらってるんですね。で、まあ、これはこれでまた、まあ、毎回収録が大変ではあるんですけれど、まあ、本当毎回、まあ、勉強っていう感じで、やってみると、僕アニメがすごい好きなんですけど、世にいる声優さんの凄さみたいなのをすごい改めてね、実感しました。まあ、なんでね、動画の内容をね、視聴者の方々に正しく伝えるために、まあ毎度こういろいろ自分なりに工夫はしてるんですけれど、そういったところもこう見ていただけると、嬉しいなと思いますんで、まだ UNICOTV を見たことがないよっていう人がもしもいらっしゃれば、ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、毎週1本のペースで頑張ってアップしてるんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、伊勢に来てからね、生活環境もガラリと変わったんですけれど、なんだろう、一番いいなって思ってるのは、会社の撮影機材をちょっと自由に使わせてもらえるっていうところですかね。うん、カメラ機材とかってね、まあ、結構なお値段するんで、まあ、それをね、自分で一からコツコツ、買い揃えていくっていうのはかなりハードルの高い話なんですけれど、まあ、もともとここの、うちの会社の代表がですね、カメラ好きというかガジェット好きでもあるんですけれど、いろんなものがもうすでに揃っているというところで、まあ、例えばね、今この収録も、僕のね、自前の、α7C で、まあ、こっち側で撮っていて、こっちのメインは、会社の α7C を使わせてもらってます。で、レンズも、今この僕の目の前にある、この
広角側は、1635F2.8 のソニーの純正の GM レンズを使わせてもらっていて、で、マイクの方もソニーの ECM-B1M っていうね、ショットガンマイクで収録してます。でその他にもね、カメラ本体でいくと α7S3 とか DJI のジンバル、ロニン S ですね、まあ、これがかなり最近がっつり使っているというかすごく練習しているんですけれど、まあ、使いこなせばかなり面白い絵が撮れるんじゃないかっていうものです。で他にも、まあ、ドローンで行けば DJI の Mavic 2 Pro なんかもあったりして、本当にね、撮影がはかどる、表現の幅が広がる、撮影機材がもういっぱいすでにあるんで、僕としてはね、本当によだれがジルジルって出ちゃうような感じというかね、いい職場だなと思います。で、あと映像編集作業に関しても、基本的にはね、今ここというか自分の家でね、リモート的な感じでやらせてもらってるんで、まあ、これまでソロでやってきたみたいなね、自分の一番リラックスできる場所で集中して仕事ができるんで、それもね、すげえいいなっていうふうに思ってます。でね、仕事以外の話でいくと、前の出した動画で、まあ、落ち着いたら伊勢の街並みとか、まあ、暮らしぶりだったり、まあ、観光地的なところを写してほしいみたいなコメントもいただいてたんですけれど、なんですかね、なぜかこう時間に追われるような生活をずっと続けていて、未だにね、観光地とか、その辺の散歩すらもしたことがないんですね。土日祝日、まあ、お休みの日はね、なんかこう暮らしに必要なものを買い出しに行ってたりとか、なんかこう平日できなかった雑務を終わらせるみたいな感じの使い方で、なかなか出歩かないんですよね。まあコロナっていうのももちろんあるんですけれど、まあなんでね、もう少しねこの新生活に慣れてきたら、ちょっとずつね外に出てカメラ片手に遊びに行ってみようかなとは思っています。あとなんかあるかな。まあ仕事でクライアントさんのとこにこう打ち合わせに行ったりとか、まあ、出張に行くっていうのが、日常的にある生活になったんで、まあ、スーツをこの年で初めて買ったりとか、まあ、あとは山暮らしの時には絶対着なかったようなオフィスカジュアル的な綺麗めな格好もするようになりましたね。で、あとはスーパーに行ったりした時に、普通にうどんコーナーに伊勢うどんが並んでいる光景がね、やっと普通に当たり前の光景に見えるようになってきました。最初はね、もう伊勢うどんってその観光客向けのグルメなのかなって思ってたんですけど、庶民のソウルフード的な感じで、みんな普通にお家で食べるものっていうのをね、知りました。まあ、日々ここ伊勢市にね、ローカライズされていく自分を感じます。またね、不定期ですけど、なんか言いたいことがあったらまた動画を出します。基本的にはね、週1回のペースでユニコ TV の方で動画出してるんで、そちらも見ていただけたら嬉しいです。というわけで今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。のひとでした。ではでは。ゴーカロン、頑張るぞ。